長篠に現れた武田信玄は影武者だった。本物の武田信玄はすでに死んでいたのである。大量の鉄砲を用いて武田騎馬隊を圧倒した信長は周辺勢力に対してさらに苛烈な戦を仕掛けていく。こうして勢力圏を外へ広げていこうとした矢先、京にほど近い大和の国で不穏な空気が漂い始める。信玄山城の戦い。信長、この者を。ご無沙汰していました、信長様。捕らわれていた毛利の城を奪し。鹿之助、生きていたか。勝久殿には近く播磨の神月城毛利と。ところで松永久秀殿だが、久秀殿は有能な将だが、我らとは相入れぬ思想を。久秀か。予感的中だな、十兵衛。お前の忠心のおかげ、他の勢力と結ぶ前に沈めなくては。すぐに出陣しよう。乱世の断り。信長の道は俺が切り開く。見通せました。あなたがかの有名な竹中半兵衛。ああ、こいつは黒田官兵衛。有馬で掘り出した逸材だ。頭の良さは天下一品。半兵衛、さっき信長様の許しも得たから、今日からは正式にオイラたちの。俺の策で必ずや勝利を導きましょう。ああ、先輩か。ところで秀吉、久秀さん。ああ、何をやらかしても不思議のねえ御仁だ。うん、だけど久秀さんに。つまり松永を潰しても同じようなリハだとすりゃ笑えねえ話だ。他方面から信玄山城を攻める。我らは敵の注意を引きつつ北砦へ向かう。俺たちは別動隊を率いて信玄山城を目指す。行くぞ。私たちは川沿いの砦の制圧に向かうぞ。トシは。私は逃げも隠れもいたしません。すぐに信長様の御前に参上しましょうぞ。トシ、皆遠慮はいらん。久秀の首を取り手柄とせよ。俺たちは信玄山城の南門への到達を急ぐぞ。開門。諦めろ。開門。構わず進むぞ。なるほど、
多勢で押し切るつもりです。この城、たやすく入れるとは思わないことです。震えよし鹿之助、期待している。任せろ雄太、すぐ強くなってみせるさ。向こうの砦から少なからぬ敵の気配が。開門。こちらの動きを悟られる。砦を守る将を手早く倒さねば。敵襲か。援軍を呼ばなくては。全てこう。聞かせていただこう。よし、こちらの動きはまだ敵に悟られていないようだ。いいぞ美月で。それでこそ俺の相棒だ。任せておけ。鉄道隊の動きを蹴取られては面倒だ。あの砦を派手にせ、敵の目を引きつける。開門。であるか。行きそうぞ。見えた。俺の刃から逃れられると思うな。全て壊そう。打ち死に。敵将切り伏せた。殿の腕ならば当然ゆえ。見えた。任せておけ。人とも止められぬと知る。失せるがいい。情けはかけぬ。何人も止められぬと知る。北の砦が苦戦している。急ぎ救援に向かわなくては。開門。うまく敵を連れたようだ。信忠殿、片岡城が手薄なようですね。今のうちに落としてしまわれては。三太夫、よく知らせてくれた。我らは片岡城に向かうぞ。敵に情けはかけぬ。と縁切る。
聞かせてもらう。いやはや、さすがでございますな。承知。任せろ。南門にたどり着くことはできたが、門が固く閉ざされているようだ。やはり片岡城は手薄のようだ。これなら苦もなく落とせそうだな。今だ、羽橋を上げろ。奴らを孤立させてしまえ。しまった、敵の罠だったか。信忠が敵の罠にかかった。仕方あるまい、救援に向かうぞ。任せておけ。開門。信忠の身が危うい。救援を急がねばならんだ。早く羽橋を下ろしてやらねえと、信忠がやられちまうぜ。織田殿、邪魔なあの将さえ倒してくれりゃ、俺が手下を使って羽橋を下ろします。呪いな。安心しておったか。情けはかけぬ。承知。敵将討ち取ったり。ここは引こうか、あるまい。登録兵を出しなさい。この隙に敵方の兵糧を焼き払うのです。機を逃さず我らの兵糧を狙ってくるとは。だがやらせはしない。敵は俸禄兵を出してきたか。手早く始末すれば兵糧庫は炎に包まれよう。敵将、切り伏せた。任せておけ。承知承知。悔しいな、ここまでか。救援かたじけのを存じまする。承知承知。情けはかけぬ。何人も止められぬと知る。信忠、使えぬ駒を毎度助けるつもりはない。そう心得る。良いな。肝に銘じます。投資は手負いの身ではあしか。任せとなりましょう。任せろ。私はこれにて戦場を離れます。信忠は引いたが、久秀ごとき俺と十兵衛のみで事足りよう。敗北条件変更。全て壊そう。急げ急げ急げ。兵糧を燃やされずに済んだか。
久秀ってやつ、真っ先に兵糧を狙うあたり油断ならないな。火だ、火が出たぞ。何、敵方の放浪兵は余さず切り伏せたはずだが。兵糧を失った意味、戦が長引けば負けとなる。久秀との決着を急ぐぞ。まだまだ C 三城には入らせませんよ。で、ある、兵糧を焼かれた織田勢には時がない。城の守りを固め散らしておあげなさい。任せておけ、任せろ、任せておけ。承知。行く手を阻む武将を蹴散らし、一刻も早く四季三城へなだれ込め。砦の中に敵兵がうじゃうじゃ嫌がる。敵はかけぬ。こりゃ簡単には落とせねえぞ。討ち死に。敵に情けはかけぬ。任せろ。押されているか。急ぎ味方に戦況を伝えなくては。伝令官、敵陣にたどり着く前に斬る。物の不安すべからく核あるべし。敵将、斬り伏せた。引かせていただこう。任せておけ。承知、承知。失せるがいい。情けはかけぬ。我は無双、全てを壊し尽くす魔王よ。年は南門から侵入しようというのか。そうはさせぬぞ。守りを厚くしておけ。開門。任せろ。ようやく門が開いた。城内へ進め。久秀が待ちかねていようぞ。消えろ。討ち死に。全て壊そう。切り伏せた。叶う相手ではなかったか。耐えきれん。聞かせてもらう。聞かせていただこう。目で壊そう。任せておけ。何人も止められぬと知る。開門。敵将、討ち取ったり。いやはや、さすがでございますな。極めろ。失せるがいい。情けはかけぬ。開門。敵将、討ち取ったり。引かせていただこう。
私の理想の世に信長様が無用であるように、信長様の築く世に私は無用。違いますか？大事をなす前に理想を語るなど無駄よ。お前とはまだ共に歩めたはずだ。残念だ。情けはかけぬ。投資を極めろ。十一を開けん。召してくれ。で食いよ。伏せるがいい。情けはかけぬ。諦めろ。我が命を散らすべき場所はここではない。待て、久秀殿。どこへ？捨ておく。もはや奴に逃れる術などない。死に方くらいは選ばせてやろう。結局こうなりましたか。安心せえ、平雲や。お前を置いてはいかぬ。さあ、共に参ろう。秘蔵の茶釜を抱えていったか。久秀殿は我らと似ていた。古き、ただ彼が思い描く理想の世は独善的に過ぎた。だから俺、やめておけ。今俺たちが語るべきは理想ではない。いかに久秀は理想に溺れて自滅したが、叶えられぬ理想。十兵衛、お前は俺の懐刀だ。わかった。肝に銘じておこう。みんな聞いてくれ。いよいよ次の毛利攻めは、光秀。まあそうなんだが、それは結構なことですが。毛利、黙っとけ新入り。主に軽々しく意見すんじゃねえ。なんだと。お前、はいはい、そこまで。喜ぶときは思い切り。そういうこった。笑うか。なるほど。今日はいかがなさいますか？
またいつでもどうぞ。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます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 。ありがとうございました。